ダッピーさんの件が一時期話題になっていました。ダッピー関与疑惑のウェブ会社に昨年も自民都連が78万円支出、ツイート指示は否定、嘘のツイートで名誉を傷つけられたとして立憲民主党の参院議員2人から損害賠償と削除を求めて提訴されたウェブ関連会社が昨年、自民党東京都支部連合会から政治活動費計78万円の支出を受けていたことが、都選挙管理委員会が17日公表した政治資金収支報告書の記載で分かった。問題となっているツイッターのアカウントはダッピで、同社が関与したとみられている。自民都連は党としてツイートに関与したことは一切ないとしているとのことです。この件で TBS 報道特集にてナザレンコさんがとばっちりを受けました。2021年12月1日の虎ノ門ニュースより。虎ノ門ニュースでは10月16日に TBS で放送された報道特集で、当番組の映像が無許可で使用されたことに関し、二度にわたり質問状を送らせていただきました。これは抗議文ではなく、あくまで質問状でございます。経緯を簡単におさらいの上で説明いたしますと、立憲民主党の小西洋之、杉尾秀也両参院議員が、東京都内のウェブ関連会社を相手取って880万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。この案件を TBS の報道特集が報じましたが、その際 DAPPI と記してダッピーを名乗る人物がツイッターに貼り付けた虎ノ門ニュースの映像が放送されまして、この時に出演していたナザレンコ・アンドリーさんのお顔が、画像がですね、大きく映り出されました。映し出されました。その放送を見るとですね、あたかもナザレンコさんおよび虎ノ門ニュース等番組がフェイク報道や一種の政治工作を行っているかのように受け止められる印象が拭えません。この報道を受けまして、使用の映像のどの部分にフェイクニュースと思われる部分があるのか根拠を示していただきたい。当番組に出演されたナザレンコ・アンドリー氏の顔にモザイク処理もしなかった理由を説明していただきたい。そういった旨の質問状を郵送させていただきました。しかし大変残念ながら、現在 TBS 報道特集側からは返信をいただいておりません。いただけておりません。そこで今回ナザレンコさんが新たな対応を取られたということでお伺いしましたが、そうですね、私は TBS の方に直接での電話をかけました。ああ、ご自身で直接。はい、その模様をですね、当番組スタッフが撮影させていただきましたので、その模様からご覧いただきましょうか。はい、視聴者の皆さん、VTR どうぞ。とのことです。この後、ナザレンコさんが TBS に伝達しました。TBS 報道特集に質問を送って、約1ヶ月間回答なし。午前10時35分、ナザレンコさんが TBS に電話。8分10秒後、会議中で保留にされる。8分10秒後、会議中で午後にかけ直せとの対応。2時間半後、2度目の電話、担当は打ち合わせ中と対応された。と、結局つながりませんでした。これに対してナザレンコさんがさらなる対応をします。ご覧いただきましたように、ナザレンコさんの電話つながらなかったわけですが、このロケの後にですね、番組スタッフに、あの虎ノ門ニュースの番組スタッフに TBS 報道特集の関係者と思われる方から連絡があったそうです。その時はナザレンコさんがいらっしゃらなかったので、当番組のスタッフが対応しようといたしましたところ、先方さんはナザレンコさんご本人と直接お話がしたいからかけ直すということで一旦電話を切ったそうです。ただ今のところその方からのご連絡はありません。このまま連絡が来ない場合、ナザレンコさん、次の一手をお考えというふうに伺いましたが、そうですね、 BPO に訴えようと思いまして、とのことです。 BPO 放送倫理番組向上機構、こちらに提出するというのは妙案と感じます。武田恒康さんも BPO に出されると出世の道が途絶えるから出されない番組作りをするようになり、テレビはつまらなくなったといった趣旨のことをおっしゃっていました。ナザレンコさんが本当に持ち込んだら、番組スタッフにとってありがたくない対応となりそうです。また BPO の対応の仕方によっては、この団体は放送倫理を監視するに足る団体かどうかを測ることもできそうです。これは展開が楽しみです。ちなみに放送法遵守の新視聴者の会も、ここは連携できるのではと思いましたが、私が探した限りそういった動きは確認できませんでした。今更ですが、ナザレンコさん個人ではなく、視聴者の会という団体からの働きかけができた方がパワーが出たと感じます。
常念さんのこんばんは残念だったなぁと感じました。健康くんの動画も BPO で審議してもらった方がいいんじゃないかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。